ソナガチの風景、2005年ソナガチは、インド東部の大都市コルカタ最大の売春街である。この区域には何百もの売春宿が立ち並び、1万人ほどの商婦が働いている。コルカタ北部のチッタランジャン通りのソババザールと、ビードン通りとの交差点近く、マーブルパレスの真北に位置する北緯22度35分15秒、東計88度21分35秒。 二十22.58750度統計88.35972度22.5875088.35972実際にはガリッシュパーク駅から北上左側に小さなハヌマン病があるあたりの左側一ともとソナガチは18世紀から19世紀にベンガルの有力者たちが側室や目かけを囲い込むための場所であったこの地域に 現在も立ち並ぶ数件の邸宅は、かつての英国統治時代にまで歴史を遡ることができる。また、やや伝説明体逸話によれば、遠くパリの街の高級商婦やそのパトロンたちでさえも、コルカタの金色の教育の評判を耳にしていたと言われている。そながち、2005年現在この区域では、いくつかの NGO や政府機関が、 エイズなど、性病伝染予防の取り組みを行っている。また、インドのフェミニスト系、NGO サンダーアップ創設者らによる、著書、心理なき有罪判決でのインドにおける人身売買の実態調査の報告は、大部分がこの区域のデータに依拠している。そながち区域において、勝負のご助組織、 そナガちプロジェクトの活動が行われており、ここで働く娼婦たちが顧客にコンドーム使用を強く訴えたり、顧客などからの虐待に立ち向かったりすることができるように娼婦たちの後押しをするなど、様々な社会的エンパワーメントの取り組みがなされている。この組織は公衆衛生学者スマラジット・ジャナによって1992年に設立されたが、 現在では組織運営の大部分が娼婦たち自身によって行われている。この組織の活動は、遠く域における娼婦たちの HIV 感染率が、インドの他の売春街と比較して圧倒的に低い5%という水準を維持していることからも高く功績が認められており、国連のエイズプログラムにおいてベストプラクティスモデルとして称賛されている。また、 このソナガチプロジェクトを運営するドゥルバルモヒラ書門ボエ、書ィでは西ベンガル州において他にもいくつか同様のプロジェクトを運営しており約6万5千人の娼婦とその子供たちがこれらのプロジェクトに加わっている。また、この DMSC の活動は娼婦たちの権利承認や職業としての全面的合法化を訴える政治的働きかけをしたり女性たちのために 読み書き教室や職業訓練を実施したり、マイクロクレジット方式の定額融資を行ったりと多岐にわたるしている。DMSC の主催で1997年11月14日には、性労働はまっとうな職業である。我々は労働者としての権利を要求すると銘打って、インド初の国家規模での性労働者の労働者集会がコルカタにおいて開催された。そながちにて、 2005年、そながちの娼婦のもとに、生まれ育った子供たちの生活を追った、ドキュメンタリー映画、未来を映した子供たちが、2004年度のアカデミー、長編ドキュメンタリー映画賞を獲得した。ありがとうございます。